違いなさそうだ。というか西部開拓時代だ。さんを探してるんだ。君ぐらいの背丈で赤くてお金が大好きなんだ。カニのことでお困りかい？マンタフェの保安官に話した方がいいと思うよ。あの大きさじゃオイラたちにはとても入れないじゃないか。小さくないよパトリック。そうなの？遠くにあるからそう見えるよ。助かったよパフ先生が。先生ならカーニさんの居場所を知ってる。早く追いつこう。あっちの世界では僕たちのことを知ってても、こっちの世界では多分知らないよ。まずは知り合いになることから。あっちの世界で初めて知り合った時のようにさ。わかるよね？いや。あるのかな。パフ先生の荷物から落っこちたのかもしれない。うわっ、他にも荷物があるよ。どうやって渡ろう。あれがボタンだと思うよ。先生かな。
どうして牧場にいるんだろう。牧場大好き。こんにちは。初めて会うわね。ここに歩いてきたの？命知らずね。一瞬で干からびちゃうわよ。考えただけで膨らんじゃうわ。オイラはカタツムリの餌を食べたら膨らむよ。こんにちは。僕はスポンジボブ。この風船はパトリックだよ。友達のカーニさんを探してるんだ。でもカーニさんとは呼ばれていないかも。違う名前で旅をしているかもしれないんだ。そうそう、ジェレミーとかペチュニアとかキャプテンクローとかロナルドとか七種のカニってこと？
マンタフェに行ってみたら？何もない人が集まる場所よ。乗せて行ってくれない？ここは教習所よ。タクシー会社じゃないわ。でも私のテストを受ければ自分の運転免許証で運転していけるわ。僕の運転免許証か。準備ができたら辰の落とし子のところに来て、マンタフェまで乗りこなせるかしらね。パフ先生じゃなくて、先生、正直に言うと前にもこんなことがあったんだけど、テストに合格した試しがないんだ。だからテストはなしでもいい？あらバカね、スポンジボブ。ロデオで怪我なんてしないわ。怪我しなければ用意はいい？行くわよ。35.7点。周りを回るのよ。その調子でぶつかって、スポンジボブ気をつけて。惜しかったわね。ドキンの髪を下げさせるようなことはしないでね。いいわね、ジャンプを続けるのよ。赤は止まれよ。やれやれ、6点ね。7点満点中よ。合格まであと1点？やった！もう一度テストを受けていい？楽しくなってきた。あら、そんな必要ないわ。あなたが楽しんでくれてたなんて知らなかったの。楽しめたってことは1点プラスよ。はい、免許証。どうもありがとう。免許証だ！やっただと思う。これだと辰の落とし子とその親戚の動物しか乗れなくて、他にいいのは、ボートのことは全然書いてないや。じゃあボートが発明されたらまたテストを受けよっか。揺れがひどかったからお尻が痛いよ。うちは流木と補修材と天然樹脂を仕入れてるんだ。なるほど、サンドイッチ屋さんってこと？何か普通じゃないな。
だと思う？でっかいスリングショット。見て見て、スポンジボブ、随分にぎわってるね。戻ってくれてよかった。わわわわやわわ。記念式典だね。そうね、世界中から人がやってくるわ。多分ほとんどが無料のアイスクリーム目当てだと思うよ。感じないか？誰かの視線を。いつもかける相手を間違えてしまうんだ。
この前は辰の落とし子からのアドバイスを参考にしたよ。聞いたか、軟体動物が来るぞ。軟体動物がやってくる。おい、赤い手の悪党に賞金がかかってるぞ。この辺であの無法者を見なかったかい？見てないよ、来たばかりなんだ。でもあの悪党見覚えがある。パトリック、探してるのは悪党じゃなくてカーニさんだよ。保安官なら仲間にいるかもしれないよ。